今、飛躍的な進展を見せているテクノロジーがあります。それは何でもない風景を絶景へと、シミ一つない美人へと、画像を自在に操り加工する画像処理技術です。このニューラルネットワークの構造を改良して、より高精度にでカラー化する、これも AI、 アドビ先生が風景をこう作り上げる。その進展とともに画像処理技術を悪用し情報を捏造するフェイクデータへの懸念も広がっています。機械が作って生成されたものを区別ができないと、誰もがそういった高精細なフェイク作れてしまう状況にこれからさらになっていく。一方でフェイクを防ぐ取り組みも進んでいます。物を作りたいというパッションをお持ちの方々の不安を少しでも払拭したい。先端技術によって画像はどこまで操れるのか、そして加工の先に潜む危険を防ぐ手段とは。画像処理技術の最先端とフェイクを防ぐテクノロジーに迫ります。北の大地に静けさが漂う北海道羽幌町、町外れの森の中を進むと突如として巨大な廃墟たちが姿を現します。かつて良質な石炭を産出し日本の近代化を支えた場所として産業遺産にも登録されている羽幌炭鉱の跡地です。廃墟となった今でも炭鉱の規模の大きさが分かる遺構が多く残っています。長年この炭鉱のガイドをしてきた工藤俊也さん、幼少期廃墟となる前の羽幌炭鉱で育った町の過去を知る一人です。かつて工藤さんが住んでいた場所を案内してもらいました。ここに私の住宅が住んでいた住宅がありました、ここだけでも人口で4500人いましたから、公衆浴場もたくさんあって、それ全部タダだった。劇場の映画なんかも来ても、僕らは父親と一緒に行くんですけども、映画を見に行ったりなんだりっていう時にも子供はタダだったそうで、ですからもうとにかく賑やかだった。およそ半世紀前、羽幌には3つの炭鉱があり、それらを中心に人口3万人を超える町が形成され賑わいを見せていました。しかし1970年石炭需要の低下によって炭鉱は閉山。それを機に日本有数の炭鉱は町ごと巨大な廃墟と化しました。工藤さんはそんな町の過去と今を多くの人へ知ってもらうため羽幌炭鉱がにぎわった時代の写真を集める取り組みを行ってきました。しかしそれらの写真が撮られたのは半世紀以上前、ほとんどが白黒写真です。もしも写真がカラーになればより多くの人へ羽幌炭鉱を知ってもらうことができるはず、工藤さんはそう語ります。炭鉱がなくなってからもう51年も経ってますから、いやうちのじいちゃんがここの炭鉱のにいたんだという人たちも訪ねてきます。そういう人たちがこう白黒の写真で見るよりもカラーの写真で見るともっとその当時の状態が見えるんじゃないかなっていう期待を持ってます。羽幌炭鉱の思い出が詰まった白黒写真をカラーへ、そんな願いを叶えるため
筑波大学で画像処理技術を研究している飯塚聡さんのもとを訪れました。ハボロの炭鉱の写真なんですけど、これカラー化ってできますか？はい、すぐできると思います。意外にもすぐできるとのこと。実は飯塚さんたちは白黒画像をカラーにする AI をすでに開発し、現在誰でも利用できるように試験公開を行っています。こちらがそのシステムです。白黒の画像をアップロードするだけで AI が自動的に画像を解析し、擬似的に彩色を施すことができます。では早速、羽幌炭鉱の白黒写真をカラー化してもらいます。なんと白黒写真が AI によって瞬時に彩色され、カラー写真のように色づいていきます。どのようなメカニズムで白黒写真をカラー化しているのでしょうか。その答えは AI 内に構築されているニューラルネットワークにあるといいます。ニューラルネットワークとは、私たちの脳内にあるニューロンの働きをコンピューター上で再現したものです。すでに自動運転や医療、インフラなど多岐にわたる分野で導入されており、今や AI を開発する上でニューラルネットワークは欠かせないものとなっています。このニューラルネットワークは、白黒写真が与えられた時にその白黒写真の特徴を解析して、それに対するカラーっていうものを推定することができるようになります。飯塚さんのカラー化 AI がニューラルネットワークを通じてどのように彩色しているのか、そのメカニズムを神社の鳥居を例に説明します。まずカラーの鳥居の写真とそれを白黒にした写真を大量に用意します。そしてニューラルネットワークを通じて白黒の鳥居の写真から本来の色を予測し、答え合わせを繰り返します。すると鳥居らしき形状をしたものは赤色である可能性が高いことをニューラルネットワークで学習し、白黒画像の中から鳥居を認識すると赤色に彩色します。これがニューラルネットワークを用いたカラー化のメカニズムです。特に我々の研究では、このニューラルネットワークの構造を改良して細かい模様であったりとか、物や人っていうようなところを同時に捉えて、それらを全部統合して、より高精度にカラー化するということを行っています。飯塚さんはカラー化以外にも多くの画像処理技術を研究しています。例えばこちらは画像に開いた穴を自動的に補完する技術です。実は本当のこの人の顔を再現しているわけではなくて、そういった学習した中で一番それらしい人の顔というものを作っています。他にも画像の一部から建物の経年変化を予測し劣化を再現する技術や、1枚の画像から奥行きなどを指定するだけで 3D 化する技術などが研究されています。中には絵を描くのが苦手な人でも AI の力を借りることでプロ並みの絵画を描き出す研究も進んでいるそうです。そのレイアウトだけを指定して、そこからリアルな絵画を作り出そうというようなプロジェクトで、こういうものですね。これはユーザーがやっているのは、この辺が水で
この辺が山でこの辺が木でっていうのを指定してるだけなんですけど、これから例えばこういう水墨画とか油絵とか、こう画像全体から、うまく画像の特徴を捉えて予測して、実現することができるようになります。日進月歩で進む画像処理技術の研究。研究段階ではなく、一般的に実用化されている技術も今大きな進展を見せています。こちらは画像編集ソフト Adobe Photoshop です。このソフトにはすでに AI が搭載されており、カラー化などの先端テクノロジーが利用できるそうです。Photoshop に搭載されたニューラルフィルターという機能がございます。こちらはですね、さまざまな機能が入っているんですけれども、こちらの中にですね、カラー化という機能が入っています。ニューラルフィルターにはカラー化以外にも、なんと人の表情を操る機能も搭載されています。スマートポートレートという機能があります。笑顔、年齢、髪の量、目の方向というですね、これそれぞれのパラメーターが用意されてまして、これをググッと右側に倒すと、はい、だいぶ私が年を取ってしまったというような感じであったり逆に、はい、左側にですね、これを倒すと若返ったり、髪の毛の量も、多くしたり、逆に言うと私も中学生ぐらいの頃はこれぐらいの髪の毛だったりみたいな感じのものをこう作ってくれる。また簡単な操作で画像を一変させる驚くべき機能もあるそうです。さらにですね、例えばですけれども風景ミキサーの方にスイッチを入れまして、すごくですね、緑多い情景のあるプリセットを選びますと、風情ある京都の街並みがどうでしょうかということで、形で緑が多いようなものにこう作り上げるということもできるような仕様です。見たことのない景色を作り出すことができる風景ミキサーという機能、現在ベータ版として利用ができるそうです。また近年さまざまな機能が追加され、まさに今画像は誰でも簡単に操ることができるデータとなりつつあります。今までは人の手で作業していた部分、オペレーティブな部分っていうので結構時間がかかっていた作業をですね、フォトショップにお任せすることによって、かなりの高い精度、人がやったと同じような作業の部分っていうのを導き出してくれる機能にもなっています。凄まじい勢いで進展している画像処理技術。しかしその一方で、テクノロジーを悪用し情報を捏造するフェイクデータへの懸念も広がっています。この方に見覚えはありますか？ではこの方は、実は今ご覧いただいている人物は全て AI が作り出した架空の人物です。画像処理技術の進展は今や人間の目で見破ることが困難な領域まで進んでいます。これまでデジタルメディアに対するセキュリティを研究してきた情報学研究所の越前功さんは、進展する画像処理技術に潜む危険性について警鐘を鳴らしています。ご存知のように、まあ、カメラのセンサーが高画質化して非常に高精細な高品質なデータがネットの空間上で、まあ、共有されていると、そういったデータをですね、機械学習のデータとして覚えると、いわゆる、まあ、例えば合成された顔とかですね、合成された音声、本物と見まかうような、顔とか音声というのはできつつあるという状況です。こちらはアメリカのワシントン大学で研究されているニューラルネットワークを用いて AI が合成した映像です。この映像の中に本物のオバマ元大統領は存在しません。過去のオバマ元大統領のスピーチを AI に学習させ、
口元の形と動きを再現し合成しているのです。このような AI によって生成された顔と本物の顔を入れ替え合成する技術をディープフェイクと呼び、近年その技術の悪用が広がっています。海外の例ですけど、チアリーダーのライバルの評判を下げるためにお母さんがライバルのフェイク映像を使って、そのコーチに送りつけたとかですね、いうことも可能になってきてるんで、まあ、今後そういったちっちゃいコミュニティの中でも、まあ、こういったその脅威が起きるんじゃないかと、まあ、特にいじめとかですね、そういった深刻な問題が起きることを懸念します。すでにディープフェイクを用いたポルノへの悪用や詐欺事件が世界中で起こっています。また AI で生成した架空の顔写真を使って商品やサービスを評価する情報の偽装が問題になりました。果たして画像処理技術の悪用を食い止める手段はないのでしょうか。実は我々ですね、世界でも初めての形でそういったそのディープフェイク等を、見破る見つけるですね、手法について研究発表しています。越前さんたちは世界で初めてディープフェイクを見破る技術を研究発表しました。こちらがその映像です。左が本物の越前さん、右がディープフェイクを使って他の人物と顔を入れ替えたものです。顔を入れ替えた右側にはフェイクと表示され、即座に偽物かを判断することができます。一体どのようにしてフェイクを見破っているのでしょうか。越前さんと共同研究を行ってきた山岸純一さんはここでもニューラルネットワークを使っているといいます。こちらの識別する AI にもニューラルネットワーク技術を使っています。ディープフェイクと思われる映像を大量に集めて、そこから顔の部分を抽出してモデルを学習しています。では現在研究中のフェイクを見破る技術はどの程度の精度があるのでしょうか。例えばもうこういう手法を使ってディープフェイク映像を作りますというのが分かっているのであれば、9割以上の精度で検出することができます。ただ問題なのはどういう手法を使って生成されたか分からないとき、その時はやはり精度がちょっと落ちてしまうんです。やはり研究者としてはそこを何とかしないといけませんので、頭を使って何とか解決しようと考えている状況ですけどもまだ 100% の解決方法はない状況ですね。まだ課題があるものの、世界に先駆けて研究が進むフェイクを見破る技術。しかしこの先フェイクを見破る技術が進歩したとしても、最終的にはフェイクデータに対する私たちの意識が重要だと越前さんは考えています。一番重要なのはこれからのネットの社会においては、我々の意識を変えてですね、見るものに対してもちょっと疑ってみようと。これは本当に生態から出てきたものか、どっか不正者が絡んで合成されていってるんじゃないかというような判断するその知見を貯める必要があると思います。フェイクに対する意識を変え、画像に対する信頼を取り戻すため、今コンテンツ認証イニシアチブという取り組みがアドビを中心に国際社会で進んでいます。コンテンツ認証イニシアチブとは、画像内にクリエイターや制作ツール、編集過程の情報を埋め込み、その内容を第三者が確認できるようにする取り組みです。コンテンツを作られた、作成をされた方が一体誰であって、その後どういった編集の過程を経て最終的にインターネットでご覧になっていらっしゃる方の目の前に今あるのかと、そのですね、履歴、来歴とよく言いますけれども、それが全て明らかになるような、そうした仕組みの方をご提供しています。で、このコンテンツ認証イニシアチブですけれども、現在参加いただいている企業や団体というのが375以上になっております。
コンテンツ認証イニシアチブは現在 Adobe Photoshop のコンテンツクレデンシャル機能としてすでに利用できます。この機能を使うと制作中の画像の情報や編集履歴を記録し、画像を書き出す際にその情報も含めることができます。またその情報を遡り、第三者が加工の履歴や加工前の画像を知ることもできます。そうすることでコンテンツ認証イニシアチブを明記した画像に対して信憑性や信頼性を高めようとしているのです。やっぱり自分が作ったものが悪用されたり盗用されたりということに対してやはり不安感をとてもお持ちだと思うんです。で、我々はやっぱりそういった不安を少しでも払拭したいっていうのはそのツールプロバイダーとしてのやっぱ使命だと思ってるんです。再び北海道羽幌町へ。筑波大学の飯塚さんにカラー化してもらった羽幌の写真を工藤さんに見てもらいました。ああ綺麗にできてますね。ありがたいです。びっくりしてます。するとかつて母親に連れられて行った病院の記憶が蘇ってきたそうです。きっかけとなったのは病院の前で撮影されたこの写真でした。僕はよくお医者さん行ったら玄関でもう泣いてるんだけども、その看護師さんに治療してもらってる時ニコニコしてるとでこうやってこの看護師さんやお医者さんとかそういう写真カラーになると行った行ったとどんどん記憶が蘇ってくるっていう状態に今トランス状態に入ってます。工藤さんがかつて母親に連れられて行った病院も今は廃墟になっています。しかしカラー化によって母親との思い出と羽幌のにぎわいを鮮明に思い出すことができました。その記憶も含めて工藤さんはこれからも羽幌を見守っていきたいと語ってくれました。羽幌炭鉱 の炭鉱遺産の遺跡がどんどん崩れていってます。私たち今現在この炭鉱ガイドもやってますけども、心の私たちの心の遺産としてこう見届けていってあげたいかなと思ってます。画像処理技術の進展は今後私たちの意識や社会との関わり方を大きく変えていく力を秘めているようです。羽幌炭鉱の写真をカラー化してくれた飯塚さんは今画像処理技術を医療の分野で応用する研究を進めています。画像や映像っていうのは私たちが日常的に触れるものであって、教育であったり医療っていう、本当にさまざまな分野に貢献できるものだと考えていて、こういったその画像処理技術っていうものを今研究をしている、高精度に行うことができるっていう技術の開発っていうものを目指しています。エンターテインメントだけでなく教育や医療の分野でも活用が広がっている画像処理技術、その進展の裏に潜む危険性へ対処するためにもフェイクを見破る技術はますます必要になっていきます。光と影の両方をちゃんと考える必要があって、私がこちらのフェイクの研究をしているのは、将来的にはそういう新しい技術のもっと正しい使い方、そういう時が出てきた時に安心して使える、それがある意味私たちフェイクと呼ばれる、この難しい問題を研究している理由だと思います。画像処理技術の
光と影。私たちの日常にさらなるイノベーションをもたらすため、画像を加工する技術とフェイクを防ぐ技術は共に研究されていきます。